君はい、公明党の安江の安ですす発言の機会をいいただきありがとうございます、えー、本日は参議院の制度等について、えー、川崎法制局長、また、加賀谷憲法審査会事務局長からまあ管にして、意を得た、まあ、ご説明をいただき、また価値ある資料をご提供いただきました、ありがとうございます。私からは参議院の選挙制度、と、まあ、りわけ投票価値の平等に関連して、所見の一端を申し上げます。 本年7月の参議院選挙についてのいわゆる1票の格差訴訟、この高裁判決が出そろったところです。すなわち、先ほどもご説明がありましたが、合憲判決7件、違憲状態8件、そして違憲の判決が1件、さっきの憲法審査会でも申し上げましたとおり、憲法判断において、合憲と違憲ないし違憲状態の判断が分かれ、結論もきっ抗している状況、これを重く受け止めるべきであり、最高裁の判断を待つことなく、抜本的な改革を進めるべきと改めて申し上げます。また次期 はすでに切迫ししてていると認識をしております先ほどもご説明がございましたが、今回、違憲の判断を下した仙台高裁の判決では、憲法の要請に反する投票価値の著しい不平等状態を認定した上令和3年11月に実施された国勢調査において、かかる状態を把握していたにもかかわらずに、令和4年7月の参議院選挙までに格差是正のための措置を取ることなく、憲法上要求される是正に必要な合理的期間を経過している旨などが示談されているわけです。 わけでありますが他の違憲状態及び合憲の判決をしている交際判断を前提としたとしても各判断は少なくとも例は 今年の7月の参議院選挙時点を基準時とするわけでありますから、時事刻々と意見判決のファクターが蓄積されているということは強調しておきたいと思います。なお、合空を維持して選挙を行ったことにつきまして、11月8日の広島高裁岡山支部の合憲判決においては、国会の格差是正に向けた姿勢の表れと評価するファクターとして、読めるということを復元をいたします。 選挙権は国民主権原理の柱であり、極めて重要な権利でありまして、投票価値においても、現行憲法を前提とする限り、最大限の平等が要請されるべきものと考えます。もっとも、すでに判決等でも現れているとおり、都道府県等の地域代表的な性格、これも、射消してしまうことは不適切であるとも考えます。投票価値の平等の修正として、立法の裁量、どこまで許容されるのか。 このことを検討する上えで重要なことは繰り返しになりますけれども、また本日の他の委員からも指摘されているとおり、やはり任意性を採用している趣旨、参議院の存在意義、参議院の独自性と密接不可分なものとして、議論を進めることであると考えます。 現在、参議院の改革協議会における選挙制度の議論におきましても、投票価値の平等、これを最大限に施行しつつも、憲法が採用している任意性の意義および参議院の独自性についても、併せ深く議論をしていただきたいと申し上げます。 緊急集会についても最後に一言申し上げます参議院の独自性の最たるものとして緊急集会が挙げられます先ほども同僚の八倉議員からも指摘がございましたが緊急集会の対応が必要な場合を想定した議論が重要と考えますなお現在衆議院におきまして緊急緊急事態状況や条項や参議院議員の任期延長の議論もなされているところでありますがいずれも参議院の緊急集会に対する考え方と密接不可分な論 点でございます我々参議院としては、委員としての享受とまた責任を持って、緊急集会の具体的な在り方を、えー、さらに議論をし、考え方を示すべきではないでしょうか。この憲法審査会等におきまして、緊急集会が機能する具体的な場面を想定をした積極的な議論、これをご期待を申し上げまして、私の意見陳述とさせていただきます。ありがとうございました